こんにちは。今回、あの、まあ、ヤフオクでのですね、僕のあの、評価の方っていうのを、ま、今回紹介したいと思いまして、えー、動画で撮影いたしました。よろしくお願いいたします。で、あの、eBay の方の、ま、仕入れなんですけども、まあ、僕は、あの、ま、基本ネットでしか仕入れはしないですね。まあ、一応、ま、仕入れって言っても多分2点、2回、まあ、2つあると思うんですけ、ね、ども、あると思うんですけども、まあ、店舗仕入れと、ま、ネット仕入れっていう形ですね。 まああの店舗仕入れだと、まあ、たまにすごいお宝あると思うんですけどもめちゃめちゃ安くてあていっぱい在庫があるとか、まあ、田舎の例えば、まあ、僕も田舎出中心なんですけども、まあ、おもちゃ屋さんであったりとかリサイクルショップであったりとか、まあ、そういったところに例えばすごいお宝商品あると思うんですけども、まあ、それでもやっぱりあの移動距離であったりとか、まあ、ガソリン代であったりとかリサーチ時間のまあ非効率であったりとか まあ、やっぱりそうです。あと行ったらやっぱり買っちゃいますよね。なんかこれ微妙かなと思ってもなんかもう来ちゃったからいいや買っちゃえみたいな感じになっちゃうんですけども。まあそういったところがデメリットかなって感じですかね。まあメリットはまあもしかしたらお宝商品あるかなって形ですかね。まああとはネットで仕入れるっていうのが一番いいと思うんですけども。まあネットで仕入れるって言っても、例えばアマゾンであったりとか、まあ楽天であったりとか、そういった EC サイトで買うと、 まあ結構値段の幅っていうか値段も確,確定されてると思うんですよね。固定ですね。値段結構固定されてて、マニアあの、そんなに安くはなら、なってないと思いますし、まあ妥当な値段でいつも売られてると思うんですけども、まあ僕の仕入れ先は必ず、まあ、あれですね、ヤフオクか、あの、まあ、メルカリその2つになってて、 まああの、割合で言うとまあ、ヤフオク1、メルカリ9ぐらいの割合になってますね。で、これまあ、メルカリの評価の動画出したんですけども、まああの、まあ取引評価が確か2000ぐらいあった動画になってますね。で、ヤフオクだと400ぐらいになっておりまして、で、あの、評価が395。で、あの、普通にまあ、貯金の内訳見ていただければ、 1>, 1ヶ月2個しか買ってなくて、6ヶ月8個。って形であの、全く、あの、まあ、買ってないですね、最近は。もう仕入れしてないですね、ヤフオクだと。で、この悪い評価も多分、あの、自動キャンセルですね、確か。確か買って、あの、キャンセルしたら、悪い評価ついたっていう形で、 で、ヤフオクのこの悪い評価ってなんかずっと残ってて消えないので、eBay だと1年間で消えるんですけども、まあ、あの、ヤフオクだとずっと残ってる感じになるので、まあ、そこちょっと嫌だな、いらないな、なヤフオクこれムカつくなと思ってますね。まあ、消えればいいかなと思いますけど、まあ、そこまでもう使わないんでどうでもいいかなって感じなんですけども、まあ、ヤフオクと eBay どちらで仕入れた方がいいかなっていう、まあ、問題あると思うんですけど、僕はま、やっぱりメルカリの方が、 あのあヤフオクとメメルルカカリリですすすすねねの方がおすすめしてます、ね、やっぱヤフオクだとオークションスタイルになるので、まあ、あのどん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 あの価格が高くなってきてあの競争する場合ありますよね。で競争しまくった結果あの無きになって高値で買っちゃったっていうことが僕もう本当に何度もあるのであのもう全然利益あんま出なかったとか買わなきゃよかったとか。 まあそんな失敗というのはたくさんありましたね。あとヤフオクってその送料って向こうで決められるので、あのめちゃめちゃ高い送料のやつがたまにいるんですね。あと、まあ着払いとかでそこ気をつけないとあの送料です。ごい持ってかれる可能性がありますので。あとヤフオクのこのサイト自体が僕はまあ使いにくいなって前から思ってて。まあメルカリの方がまあ使いやすいなって形ですからね。 でメルカリのまあいいところだとその送料込みでほとんど売ってるってことと、まあ、あとはまあ値段交渉が気軽にできるって形とあとまあ新着商品が見やすいとか上に出てきて、まあ、あの新しい商品をまあリ、えー、っとまあ仕入れできるっていう形であとまあ即決タイプなのでまあ値がつり上がることはないっていう形ですかね、まあ、逆にあの値段交渉であの僕は必ず値段交渉を入れてから仕入れするようになってるので まあそこでも仕入れ価格をあのもっともっと安くなって購入するようなことを心がけてますね。ということで一応、まあヤフオクこんな評価なんですけども、まあまずあの eBay の方ですね、まあ初心者の方でも、まあまずはメルカリの方がまあ簡単に仕入れることができますので、まず僕はメルカリをおすすめしております。で、あとまあ僕の方のラインアットとかでも、まあ、こういったあの eBay の方で売った時に利益が出る商品っていうのも、 あの伝えておりましたりとか、新着動画で流してたりとか、あとはチャンネル登録していただければ、あのまあ、その利益が出る商品の動画がすぐ行ったりとかですね、あのまあ、有益な情報とか、どんどん発信していきたいと思いますので、まあ、あの動画の方を見ていただければ、あのどんどん売れる力ついていって、1、まあ、つの収入の柱になっていただければなと思いますので、じゃあ今後ともよろしくお願いいたしますありがとうございます。